今日は GoTo トラベルと SFC 修行を併用する場合のおすすめの方法についていくつか例を挙げて比較をしてみたいと思います。安いということがね、これでよくわかりました。なるほどね。はい、意外だった。バットはさ、やめような。バットちょっとへこむもんね。話せばわかるって、まあ何回も言ってないけど。さて、金橋さん。はい。あ、僕は小町といいます。あ、知ってますよ。よろしくお願いします。はい、金橋和也です。今日も頑張っていきましょう。おっす。はい、今日はですね、飛行機ですよ。 And GoTo トラベルSFC 修行 and go to travel。 OK。 SFC 修行 and go to travel ね。それそう。というわけで、このチャンネルは何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑食節約チャンネル。今日のテーマは SFC 修行ね。はい、わかります。 SFC 何の略だっけ。サプライズスーパーフライヤーズカードですが、これは過去動画でもいろいろとね話をしてますので、ぜひ旅行が好きな方、飛行機好きな方、ANA の飛行機に乗るという方は、チャンネル登録をポチッとして、過去の動画もいろいろとご覧になっていただけると嬉しいです。はい、はい、現在ですね、はい、GoTo トラベルをGoTo トラベルを絡めた、SFC 修行というのが、はい、もう非常に熱い、まあ、JGC も含めてですけどね、はい、ANA、JAL、どっちでも、はい、熱いんですよ、みんなこうね、もう567なんかなかった、あのコロナのことで、567のことなんかもうなかったかのごとく、もう。はい、うん、飛行機に乗ってね、いろんなところに、はい、みんな旅行に行ってるじゃないですか、はい、しかもなんか GoTo トラベルがかなりなんかね好調らしくて、うん、手のひら返すとはこのことですよね。しかしだ、はい、GoTo トラベルの、うん、期限ですよ、はい、それ今のところ2021年の1月末、まあ、延長の可能性は予算次第でもちろんあるとは言われてるんですけど、はい、一応今予約できるのは1月の末までなんですね。あ、もう予約もそこまでなんだ。そうそう、今はできない、はい、うん、なので、うん、来年飛行機修行をしようと思って情報を集めている人も、増えてきてると思うんですけど、はいはい、なぜなら2021年の SFC 修行に関する前撮った夏に撮った動画が最近伸びてるから。なるほど。だから情報取りしてる人結構いるのかなと思って、はいはいはい、それで、まあ、またちょっと久しぶりにこの SFC 修行系やろうかなと思ったんですけど、うん、一つね言いたい、やっぱさ飛行機系のバットが多いよね。バットをして何が悪かったみたいなのぜひちょっと教えていただけると嬉しいかな。そこは考慮したいと思いますのでよろしくお願いします。というわけで、はい、今日は GoTo トラベルと SFC 修行を併用する場合のおすすめの方法についていくつか例を挙げて比較をしてみたいと思います。 SFC 修行何をすることだ。カードのあれでしょ、カテゴリー上げるやつでしょ。あのカテゴリーだったら、ステータスをそのレベルに上げるために、そうそう、マイルをとにかく貯めて、マイルプラチナ、うん、ですよ。ポイントいっぱい貯めたらそこのステータスいけるんですよ。そしたらいっぱい得点が来るんですよ。ああ、そう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 、まあ、ようやくそれはね、うん、次はあれねえな、話よな、名前が覚えられない。5万ポイントね。プレミアムポイント5万。そう、プレミアムポイント、そう、はい、それを集める。で、まあ、それを GoTo トラベル、今その期間だから、はい、まあ、併用したら安くなるじゃん。安く修行しようっていうのが。で、2021年1月しかないので、はいはい、1月にどう使うかっていう。で、SFC 修行に GoTo トラベルを適用される方法、適用させる方法っていうのは、2パターンございまして、はい、まあ、ネットを含む旅行会社、予約サイトを経由して飛行機代込みのパック旅行を予約する。これは金谷さんが夏に札幌に行ったそうですね。やってましたね。はい、どこ使った？やらん。楽天トラベル、はい、まあ言わないでその時の動画上がってきませんけどね、来週の末までにこれはやるから。それさ、今年のミーティングでやったやつここでバラすんだよ。まあ冬割りの時にね、そうですね、やろうっていう話でね、はい、はい、で、もう一つのパターンっていうのが、はいはい、ホテルだけ GoTo トラベルを適用させるもので予約して、飛行機は GoTo 関係なしで予約をする。はい、このパターンね、うん、分かりますよね。はい、分かります、はい。なぜこの2つのパターンをね、うん、計算する必要があるか。もうだって全部込みのパックで予約した方が安くなるじゃんっていう話じゃん。それって SFC のポイント貯めるのにパック旅行でいいの？いいの。いいんだ。いいの。飛行機だけ別にしなくても大丈夫。いいのよ。あ、いいんだね。そうそう、いいの。ダメな場合もあるし、いい場合もある。ああ、そういうこと、ね、わかりますか。へ、はい。で、今からその理由を言うからさ、慌てなさい。いつも慌てもう本当にもう、なぜこのパターンを計算する必要があるかというと、その獲得できる PP プレミアムパイツ、 ANA トラベラーズダイナミックパッケージというですね、はい、まあ、そういう ANA の予約サイトを使うと、はい、楽天トラベルとかってもうパック旅行だったらその日にちだけバーンって決まってて、はい、飛行機とか選べないでしょ。 ANA を選んだら ANA の時間割りだけ。ああ、なるほどなるほど。で、どれに乗りますかっていうので値段が変わったりする、合計の。
そうそうそう、それそれそれ。これ ANA の ANA トラベラーズダイナミックパッケージというのを使うと、はい、席予約とかもね、できるんですよ。おー。うん、これ。これなんですけど、要は、その国内の航空券とプラス宿泊費というのを、はい、まとめて、あ、取ってですね。それが普通に ANA からできるってことですか？そういうことです。そういうことです。はい。まあ、あの、355日先の宿泊分とか、飛行機とか、まで決めれる。で、マイルがダブルで貯まる。あとは、事前の、座席の指定ができるという。これを使って、修行僧たちはやってる人も多いんですけど、で、ここで付与される PP 単価。PP 単価でプレミアムポイントを、得るための、1プレミアムポイントを得るためにいくらかかってるっていう単価ね。はい、はい、それはチケットを取る方法によってその積算率というのがね変わるんですよ。チケットを取る方法、そうです、はい、それがこちらのドン、この 75% というのと 50% というのがここにあるじゃないですか、はいはい、でいつもその飛行機だけを予約する ANA スーパーバリュー21、28、45、55みたいな、そういう、はい、まあ45日前、55日前、75日前、どんどん先に取れば取るほど安くなる、はいね、こういうスーパーバリューなんとかってやつとか、はい、バリュートランジット、株主優待割引運賃とか、うん、こういうものは 75% の積算ですよね、マイル、はい、マイルとかプレミアムポイントとか払ったお金に対してマイルの積算率なんで、距離かける 何マイル、あ、そうか、で、マイルの 75% はプレミアムポイントね、そう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 、まあまあ、プレミアムポイントになるってことね、とにかくそれが決まったんです、はい、100% の、まあ、運賃体系とか、あと、プレミアムクラスとかだったらそれが 150% だったり 125% だったりするんだけど、はい、とにかくこれ普通席のこのスーパーバリューなんとかっていうのは 75%、 なるほど、で、はい、パック旅行、はい、50% なんです、あら、個人ちょっと安い、そうそうそう、はい、1のパック旅行パターンだと積算率が 50% になっちゃうね、なるほど、うん、このパターンね、この 75% のパターンで飛行機と宿を別々に取る、うんうん、と飛行機取って宿は宿で別に取るとこの 75% のパターンになる、はい、からどっちのパターンもどっちがちゃんとお得かね比較してみましょう、はい、はい、そういう話です、はい、でこれだけだとね、うん、ややこしいと思うので実際に見てみましょう、はい、はい、ケーススタディです。2021年1月9日から10日、まあ、あの3連休が成人の日を挟んだ3連休がありますので、はいはいはい、そこに、那覇に行くと、羽田から那覇に行く、もう王道ですよ、はい、旅行の王道、なんだっけ、なんて言うんだっけ、これは岡タッチだね、あ、それそれそれOKA 岡タッチ、はい、これですね、シミュレーション的に、はい、どれくらいのプレミアムポイントがもらえるか、うん、この、運賃8というのがパック旅行の 50% のパターンなんだけど、はい、ね、ここに積算率 50% 使えるでしょ、はい、で、これ羽田から那覇に行きます、はい、で、そうすると、あ、まあ一応便宜上この ANA カードのゴールドを持ってると仮定します、はい、はい、そうするとこれです、はい、615マイル984プレミアムポイントは片道で貯まります、はい、わかりますか、はい、これは往復で 1968PP がもらえます、うん、はい、今度は 75% のパターンっていうのも見てみましょう、はい、はい、こちら1476PP 片道もらえますので、はいはい、往復 2952PP ということになります、うん、なので、パック旅行で行く場合と、飛行機を別で予約する場合、飛行機と宿を別で予約する場合だと 1000PP ね、往復で変わってくるってことなんですよ、はい、得られるものが約 1000PP、うんうん、この一緒に予約するパターンで一番安いものを探してみました、はい、1月9日の土曜日の5時10分夕方のパック旅行、そう、パック旅行に羽田を飛んで、うん、那覇に行きます、20時5分に着きます、はい、で、次の日の朝の8時にも帰ってきます、はい、10時、朝の10時には羽田にいますっていうこのパターン、はい、ホテルもついて15,100円、安っ、そう、キャンペーン適用後の価格が15,100円です、はい、まあ本来は23,100円なんだけど GoTo トラベルで15,100円になる、はい、このパターンね、うん、これを、15,100円割る 1988PP で計算するとプレミアムポイントを得られる単価が 7.6円、 PP 単価 7.6 っていうことになります、うんうん、はいはい、わかりましたか、この要領で、はい、比較します、はい、はい、この同じ飛行機を取るとします、はい、そうすると飛行機代だけで 17,520円なんです、はい、さっきの宿泊代を合わせたものよりも2000円ぐらい高い、参考までに細かいフライトスケジュールも貼っておきますが、周辺のね、運賃結構ね、変わるんですよ。9210円のものを予約してるんだけど、まあ3時30分、15時半発のものまでだったら9210円であるんだけど、はい、まあ一応夕方にしました。はい、その前の時間帯だったら1万5000円とか、うん、もっと前だと2万4000円とか、はい、これだけ変わってくるんですね。で、帰り8310円です、はい。だけど、まあやっぱ遅くなればなるほどどんどん
高くなっていくっていう、まあこういう風になってるね、飛行機の運賃、はいはい、だから安いものを選んで予約して、でいかにその PP 単価を抑えるかっていうのが得られるポイント一緒だからね。この24,100円、24,900円で飛ぼうが、8,300円で飛ぼうが、距離は距離で計算するから、そう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 、そうですそうです、そうです、あ、そういうことない、うん、そうだから一緒だから、いかに安いところを探して予約して飛ぶかみたいな、はい、それが、修行僧の醍醐味、なるほど、節約修行術、はい、はい、でどの価格で、乗ってもここで得られる PP は2952なので、一番安い金額をチョイスすれば、この日の場合、この日程の場合は PP 単価 5.9 円、飛行機だけだったねっていう、かなりのハイパフォーマンスを実現できることになります、うん、なるほどなります。なんですが、そうか、条件一緒だと、うん、ホテル代が、そうです、出てくるね、宿泊料金がかかる、うん、なのでさっきと同じホテルを見てみます、はい、さっき出てきたホテルストークというね、これ安くて おなじみのね、皆さん修行僧御用達の2130、あ、そもそも安いんだね、そう、なんかね、安いんですよ、そう、合計でだからこれ19,650、はい、うん、これで PP 計算すると、これ合わせたもので PP 計算すると約 6.6 という単価になります、はい、はい、っていうことは、それでもそれでも1円違うってことね、安いね、はい、そうそう、はい、PP 単価面から考えると別予約パターンの方が安いということがね、これでよく分かりました。なるほどね、はい、意外だった、意外だった、うん、うん、なのであとはね、宿泊料金をいくらかけられるかというところが判断基準の分かれるポイントになるんじゃないでしょうかということなんですけど、うん、ちなみにさっきのパックプランの PP 単価 7.6 円というところまで許容するというね、はい、であれば、22,435-17,520円ということで、はい、ホテル代を4,910円までかけても大丈夫という計算になります、はい、ちょっとグレード上げてもみたいな、そうです、はい、で GoTo トラベル適用で考えれば定価で7,560円のところまでホテルは泊まってもいいよってことなので、うん、十分普通の宿泊施設に泊まることができるじゃないですか。なるほど、その収入を持った修行ができますね、これで、そう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 、はい、でこれにプラスしてですね、地域共通クーポンもらえるじゃないですか。あ、なるほど、今から 35% で計算しますからね、はい、あとの 15% 分の地域共通クーポンももらえますので、それを考えればホテルだけ GoTo プランの方が結果的にはね、そうだね、まあまあぶっちゃけ誤差レベルだと思いますので、うん、まあ、あとは好みかなっていう感じですけど、はい、まあでもやりたいもので同じように比較してみると面白いかもしれないですね。そう、なんか条件によっていろいろ変わりそうですね、うん、そう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 、はい、こんな感じで GoTo トラベルが今のところ使える、まあ、2021年の1月の1ヶ月間、はい、うん、SFC 修行の、まあ、ロケットスタートをね、うん、ためにこう利用してみては、はい、うん、それもありなのではないでしょうか。いや、ありでしょう、はい、はい、でこうやってね、やっぱプランを考えるのがやっぱ一番楽しいんですよ、うん、で僕もネットでこういろいろ調べてたり、その1月の飛行機の運賃とか見てたんですけど、はい、あの9000円とか8000円とかあったでしょ、はい、片道、うん、ああいうのはね、やっぱその夕方以降結構あったりするん でそれだと帰ってこれるのよ、その日のうち、ね、その日のうちに最終で、うん、うん、なんか11時ぐらいに羽田に帰ってくるみたいな、止まらずに行ける、弾丸弾丸弾丸も買う、あ、そうです、そうです、はい、だから次の日仕事に来れるっていう、うん、だから僕はね、家族いるのでこういうことはね、やってみたいけどできないね、一回ぐらいなんかそういうこう、なんていうの、日帰り往復みたいなやってみたいんだけどね、ネタとしては本当面白い、ね、面白いでしょ、そうやってみたいで、うん、だからできる方が正直羨ましいですよ、ぜひいろいろ考えてね、これもなんか修行の醍醐味だと思うんでね、はい、どうですか岡田さん、こういうのも、こういうのもね、やっぱやってみるのもね、面白いじゃないですか。安く、いかに安くそのスーパーフライヤーズカードが作れる5万 PP まで到達するかっていう話で、そうか、それを作るためにポイント貯めるってことか、好きしねえこのとこは本当に久しぶりすぎて、何回も話してんだけど、はい、そういうことですよ、はい、うん、だからどうですか岡田さんって言ってんのね、このありありだよね、いや、そうですね、そう、うん、え、全然刺さんない、そのなんか、あ、そうですね、軽い、これがなぜ軽いと思うかっていう話はまた明日の動画で明らかになりますので、ということで今日はこれぐらいにしておきますけど、はい、1月は本当は閑散期なので、そこに GoTo で家族旅行でね、なんかいいホテルちょっと泊まって、で、まあ、PP も泊まってみたいな、いいんじゃないですかね、うん、すごいいい使い方だと思います、はい、はい、それでは今日の話がちょっとでも面白かったらぜひ、高評価ポチッと、バットはさ、やめような、パッとちょっとへこむもんね、話せばわかるって、まあ何回も言ってんだけど話せばわかるからコメントにちょっとなんか何が気に入らないとか書いてもらえればと思います、はい、あとはぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストの方をご覧になってみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい。
修行 SFC 修行 SFC 修行2021、なんで3回言うから